兄のブランウェルが描いたエミリー・ブロンテの肖像画とされるもの。エミリー・ジェーン・ブロンテはイギリスの小説家。ヨークシャーのソーントンに牧師の子として生まれた。ブロンテ三姉妹の2番目で唯一の長編小説嵐が丘を書いた。この作品は当初酷評されたが、没後に評価が高まった。他に三姉妹の死を収めた詩集が評価されている。1818年7月30日、イギリスのヨークシャーのソーントンに、牧師パトリック・ブロンテの四女として生まれる。姉がマリア、エリザベス、シャーロット、妹がアン。1820年、一家はハワースに移り住み、翌年母、マライアを亡くす。1824年、姉三人がランカシャーのカウアンブリッジ校に入ったため、11月の終わりに、エミリーもここに入学した。だがこの学校は低地にあり非常に不衛生で、マリアは翌年5月、肺結核で死亡し、さらに1ヶ月後の6月にはエリザベスも、やはり肺結核で後を追うように亡くなる。このため、シャーロットとエミリーは緊急に帰宅することになる。牧師館では家事を任され、一つ年下のアンと仲良くなる。1831年より、シャーロットが私塾で学び、エミリーとアンは帰るたびごとに教えを受けた。その後姉が私塾で教師に採用されると、エミリーはこれについて行きそこの生徒となるが、3ヶ月後、アンと入れ替わりにハワースへ帰った。再び牧師館へ帰ると詩を書き始め、これはアンとの共同劇、ゴンダル年代記に発展した。1836年、ハリファクス近郊のローヒルで教師を務めるが半年で辞める。1842年には姉のシャーロットと共にベルギーのブリュッセルのエジェキ宿学校へ留学。半年後シャーロットを残して帰国する。1844年、姉が帰国すると私塾を開くことを計画するが失敗した。その秋にシャーロットはエミリーとアンの思考を発見し、これを後にカラー、エリス、アクトンベルの詩集として自費出版した。当時の女性作家への偏見から、執筆時エミリーはエリスベルという男性風の筆名を使用している。これが全く売れずに終わると、シャーロットの説得を受けて、小説、嵐が丘を執筆する。出版社に引き取ってはもらえたものの、出版には1年ほどかかり、その間は父の看病をしたり詩を書いたりした。1847年、嵐が丘は、アンのアグネス・グレーと共に1847年に刊行されたが、評価は厳しく、それより姉のジェーン・エアの方がよく注目された。嵐が丘の評価が高まったのは、彼女の没後のことであった。1848年9月、兄・ブランウェルが過度の飲酒が元で急死。その葬儀の際に風邪をひき、これが元で結核を患った。しかし、エミリーは自分が結核であることを認めようとせず、最後まで医者を拒み続け、12月19日に30歳で死去した。墓所はハワースの聖マイケル教会の地下の納骨堂。1836年頃から詩を書き始め、アンと共に大西洋上にある架空の島ゴンダル国での清掃を描いたゴンダル年代記を残した。これは現存せず、ゴンダル国の登場人物の作という設定で、詩集に叙情詩が収められている。ゴンダル歌以外で有名なものに、私の魂は強打ではないなどがある。姉の権威によって、シャーロットによる書き直しがあるという。ありがとうございます。